お世話になっております。サイドビーの坂井です。渡里です。本田です。今日のテーマは行政書士が他の事業と関わる場面ということになっております。ちなみにお二人はよく関わってるなと思うような事業って何があるんですか？僕はやっぱり税理士さんが一番多いかな。うん、はい、どうやろうな。うん、まあその立ち入りの業務をまず確認してから、実際我々行政書士とどういうふうな関わりを持っているかをちょっと我々なりのね補足を付け加えていきたいなと思うんですけれども、見てる方とかで、いや自分はこんな業務の時にこんなん絡むよってことがあるかもしれないんですが、まあ今回取り上げるのはあくまで我々の経験から関わっている事業というふうにご理解いただけたらと思います。まず弁護士さんですね、うん、で弁護士さんは僕の印象、基本何でもできるオールマイティ資格と、うん、いうことになってるんですけれども、訴訟とか、うん、示談交渉とか、うん、和解交渉とか、うん、坂井さんが絡むとしたらどういう場面がありますか？そうですね、僕も弁護士さんから仕事を依頼されるっていうことはまずなくて、はい、僕はもう振る方ばっかりで、うん、それももう限られてます。もう競争性のあるもの、はい、あとはあの協業必至義務とか、はい、その以前の経歴をまあ独立使って、うん、新しく独立するときに以前いた会社とちょっと競合する可能性があるというところの、あの問題とかをちょっと弁護士の見解を聞きたいとか、うん、社長がおっしゃった場合は弁護士さんをご紹介するという感じですね。なるほど、うん、僕もそうですね、前もあの弁護士違反のものを取り上げてましたけれども、うん、やっぱ案件を取り扱っている中でこれはちょっと紛争性出てくるなみたいな場面があれば、うんうん、弁護士さんにご紹介するというのが多いんですけども、うん、まあ、最近は民事とかが減って企業支援が多いので、うん、まあ、減ってきてはいますね、はいはい、うん、本田さんどうですか？まあ、弁護士さんから仕事もらうとか相談を受ける場面でいうと、紛争と揉めてるんやけど、うん、それの解決が何かの手続きと関わってる、うんうんうん、誰が自動車の所有になるのかだったりとかね、うんうん、それからもう完全に窓口だけ弁護士さんがやって全体の取りまとめをして、うん、その手続き的な部分はもうそれの専門に投げたいみたいな、あこれ、旅館業のやつとかは服部さんにもねちょっと手伝ってもらってありましたね、弁護士さんの仕事、そうそうそう、あとはもう個別にその特殊案件とかで空き家の絡みだったりとか、その地域の問題だったりとか、あとはもう知財関連とかね、そういう時にこれってどういう話なんやろかみたいな相談が来たりっていうのもあるね。やっぱ弁護士さんはね、僕らもそこも知りたいですけど、より弁護士さんは広いから、うん、その中での専門的なことってなると、うん、それぞれの専門家にそうですねっていうふうにやったのかもしれないですね、うん、はい、次に司法書士さんなんですけども、うん、まあ、司法書士さんといえば、まあ、登記とか供託の代理のイメージがあるんですけども、うん、まあ、すごく大雑把に言えば法務局とか裁判所に提出する書類関係なのかなと思います、はい、私は司法書士さんとお仕事をご一緒する場面が結構多いんですけども、うん、まあ、企業支援関係をしているとですね、いろいろとお願いすることが出てきます。例えば役員変わりましたとか、称号変更はそこまでないんですけど、まあ一回あったんですけども、目的変更めちゃくちゃ多いですし、まあ、支店登記しますとかですね、で複雑なところでは会社分割とか事業承継の時のまあ登記とかあるんですけれども、逆に消費者さんからもお仕事よくもらってまして、まあやっぱ不動産登記とか不動産とかね絡んではって、不動産屋にお仕事もらってますとか金融機関からお仕事もらってますっていう関係があったら、その時のまあ調査とかですね、まあ許可の関係のこともありますし、あとは、商業登記関係であったとしても定価目的変更でね、うん、ちょっとこれやってくれへんかみたいなこともあるかなということで、特に許認可に絡むのでどう表現したらいいのかっていうことが分からないことが商業さん多いので、うん、まあ、頼まれてそのまま許可の手続きもやってみたいなことが多いのかなと思います。坂井さんは司法書士さんとか何か関わりますか？そうですね、基本的にフル法って言ったら、まあ、法人設立の設立登記であったりとか、うん、事業目的変更とかあるんですけど、はい、逆に振られるケースとすれば、うん、NPO 法人の設立ですね、登記までの部分を司法書士さんでは報酬取れないからやってくださいっていうことはよくあります、はい、なるほど、はい、次、土地家屋調査士さんなんですけれども、土地家屋調査士さんは不動産登記でも表示登記の部分ですね、うん、あと分泌登記で土地の境界確認したり調査したり測量と、うん、いうことなんですけれども、僕の場合は、頼むこと結構多いです。めちゃくちゃ多いかな、うん、旅館業とか、まあ、あと建物に関する許可関係をやってる時に、うん、表示登記がなんかまだされてないんだ、うん、誰かいないみたいなケース非常に多くて、はい、うん、
なのでちょっとそれやってもらわへんと許可申請できるので、うん、やります、うん、であとは許可するときに、まあ、現場見に行ったときに結構境界が曖昧な、うん、ことでこれきちっとしなあかんっていうときにオーナーさんが土地拡張させて紹介してよっていうことがありますね、うん。もらうのは、まあ、やっぱ新築者があった時にそのまま流れで旅館ゲルクを取ってくれとかいう時は、お仕事もらいます、うん。はい、次建築士さんなんですけれども、建築士さんは建築物を新築する場合の設計とか工事管理、うん、建築物を、増築、改築、修繕する場合の設計、工事、管理を仕事にされてるんですけれども、建築士さんもね、先ほどの土地拡張さんと同じで、うん、頼むことが多いです、うん、やっぱり旅館業とかやってると新築の時とか改築の時なんかにいろいろこうお仕事を頼まないといけませんし、うん、で僕なんかはあのバリア条例の協議ももうあのマッチング詳しい建築士さんと組んでるので、はいはい、もう一任していることが多いです、うん、でその他あの既存不適格物件を適法にする際に、うん、結構コンサルいただいたりとかしてきっちりしていただいたりとか、うん、その時になんか耐震とか耐火のチェックもしていただいて、特に近隣住民さんが不安になっている時とかに建築士さんがここをこう直してたらまあ安心やなとか、うん、言っていただくとだいぶ信頼が違うのでお願いしたりすることがありますね、うん、関わったところだと倉庫業の積載荷重なんか の、うん、あの照明ができない時とかに建築士さんに照明書いていただいたりとか、うん、っていうこともありますよね。もらう時はやはり一緒ですね、新築建てはったけど、うん、許可申請できる人がいないんだけど、うんうん、誰かやってくれんかみたいな感じで来ることが多いですね、うん、旅館には限らないけど、はい、その京都の場合は、うん、京町屋の場合にちょっと特殊な扱いになるものがいろいろ多くて、うん、でその場合はもうほぼ全て木造、うん、そうですよね、なるし既存不適格になるので、うん、メンテナンスとかも含めて、うん、その構造的な部分を分かる人に、うん、修繕計画とか長期でやってもらうとか、なんか空き家とかで関連で建築さんって出てくるんですか？貸主さんの所有者さんの方が貸したいねんけど、はい、そのまとまったお金がないといわゆる完全に修繕をしてから貸せないっていう時に、うん、その DIY 賃貸みたいな、ね、うん、パターンをする時にじゃあその大家さんの負担分はこれぐらいで、うん、借主さんが事前に例えば1年分の家賃を前払いします、うん、だったりとか、うん、工事費のうちの何部かは私が持ちますとか、うん、そういう話をすることで間にあの建築さんに入ってもらってとか、あとその空き家が隣の家の人が川張るみたいなところで、うん、川張った後一つにしたいねみたいな、うん、なるほどね、そういう時にはもう建築さんにそのデザインから何から一致立ててもらって、で全体としてこんなんでどうですかっていう提案を。はい、次税理士さんなんですけれども、税理士さんは税務代理、税務書類の査定、税務相談っていうのが業務のメインかなと思うんですけれども、うんうん、僕の場合はですね、あの税理士さんは、仕事をどちらかというと、まあ、許可申請とかそういうところで相談を受けることが多いですね、うんうん、ただ、逆にお仕事を振ることっていうのは、うん、この契約をしてもらって終わりっていうことがあるんで、うん、だからまあお客さんを紹介するつなぐみたいなことが圧倒的に多いです、うんうん、坂井さんなんかどうでしょう？僕はそのまず税理士さんから仕事をいただくっていうことであれば、はい、あの税理士さんが、この契約されてる企業さんからの、うん、あの新規事業とかに伴う許認可であったりとか、 あとは外国人従業員いるんやけどちょっと雇い入れたいらしいんですけどみたいな話が回ってきたり、うんうん、あとはですね事業承継とかM&A とかで、はい、でそこの契約書の作成とかをやってらっしゃってもらったりしますね。で、まあ、税理士さんが FA で一応中心となって動かはるんですけど、はい、まあ、行政書士と税理士さんと、あとは、まあ、もう一人司法書士さんが、うん、まあ、役員登記変更であったりとか、まあ、発行済みの株式を種類株式に変えるとか、まあ、そういうチームを組んで動くことが結構多いですね。なるほど、はい、で、あと僕がお願いするっていうのは基本的に顧問先の、はい、はい、方の、税務決算をお願いするという感じになっています。なるほど、はい、はい、次社会保険労務士さんなんですけれども、社会保険労務士さんのお仕事は労働社会保険処方令に基づく申請書作成提出とかになってるんですけども、うん、あと ADR っぽいのもされてるのかな、うん、で僕なんかはお客さんの社会保険手続きですね、うん、新規の会社の時もそうですし、まあ、既に顧問の方でそろそろ外注で社会保険手続きやりたいなみたいに言われた時とか、うん、
そういう場面でやったりとか、あと就業規則とかが、うん、まあ、いろんなこう助成金とかいかなんで、はいはい、ちゃんと整備されてないとダメみたいなことがあるときに、うんうん、なんかこう補助金と助成金を勝ち出してこられてる方が、うんうん、あ、これ社労さんだなと思ったら、うんうん、まあ、助成金が手続きと一緒に就業規則とかの見直しも、うんうん、まあ、飲食代にお願いしたりとかすることがありますね。まあ、従業員トラブルがあったときにその予防というか、どういうふうに進めていったらお互いがうまくいくかみたいなアドバイスを、まあ、入ってもらったこともあるんですけども、うんうん、基本はやっぱ社会保険手続きとか助成金は圧倒的に多いです、うんうん、で逆に今同じですね、うん、補助金が相談をした労使さんに社会保険も多いので、はいはい、今日も一件あったんですけど、うん、やっぱ今日かかってきて、なんかなだらなだら補助金分かるみたいな感じで言われて、うんうん、あ、分かりますよって言ったら、じゃあ僕助成金進めるし補助金やってても2人一緒に聞きに行こうかみたいな感じでやることが多いですね、うんうん、そこだと許可とか契約書作成なんかも、やっぱ社会保険労務さんも出入りしたみたいに複合的な相談を受けることが多いみたいで、ちょこちょこご相談いただきます。高橋さんどうでしょう。僕は、労務士さんから仕事をいただくケースっていうのは、はい、そこの労務士さんの顧問先の外国人従業員の就労ですね。従業員ね、はい、そのあたりの、依頼がすごくたくさんいただいてます、はい、で逆に振る場合に関しては、うん、これもまた僕の顧問先なんですけど、はい、僕基本的に僕の顧問にしてもらったらその辺全部紹介しますぜっていう形にしてますので、はい、顧問先の給与計算であったりとか、うん、就業規則ですね、であとはさっき服部さんも言ったみたいに、はい、キャリアップ助成金とかを含めての、はい、お声依頼であったりとか、であとは新規立ち上げ、個人事業主から法人になりされたタイミングで社会保険の手続きを依頼したり、はい、あとは相続の案件とかの遺族年金の手続きとか、そういうのをちょっと振らせてもらったりしてますね。なるほど、はい、本田さんなんかどうですかね。福祉関係のところで、はい、例えばデイサービスと、あ、なるほど、うん、就労継続支援やりたいとか、うんうんうん、訪問介護やりたいとか、はい、そういう事業をやりたい方っていうのは一つだけじゃなくて、これとこれとこれをセットでみたいな、うん、そうですね、そういう考え方をされることがやっぱり多いので、うん、行政書士だけでは対応できないし、うんうん、社労士だけでも対応できないし、うん、っていうようなところが割と多くて、早い段階から両方の知識を持ってる人に相談するなりもお願いするなりっていう形で、もうそれは社労士さんと言うていいのかどうか分かんないけど、社労士と行政書士の兼業者にお願いをして、はい、まあ、入ってもらったり一緒に行ってもらったりっていうパターンかな。次は宅地建物取引士なんですけども、まあ、宅地建物取引業者としてもいいかもしれないんですけども、うん、まあ、不動産に関する契約ですね、売買賃貸借とかを締結したりとかですね、重要事項を説明したり、うん、あと契約書はこれ記名多いのっていうのがあるということなんですけども、うん、されているかと思います。で私は宅建士さんと絡むことっていうのは、うん、M&A 絡みが非常に多いんですね、うんうん、なんで例えばこうすでに許可を得られてる人たちが、ちょっと廃業する、うん、でこっちはそれ欲しいってなった時に、うん、まあ、どうしても名義を変えていかなかったので売買に入ってもらってっていうことがもうほとんどですかね、うん、紹介する場合は、うん、もらうのは逆に今宅建者とか宅建業者さんの方で、うん、買われた時のお客さんの、許可をもらうこともありますし、うんうん、事前調査ですね、これこの人が行けんの、まあ、旅館業とかが圧倒的に多いんですけども、うん、ちょっと入ってくれみたいな感じで、うん、もう一緒に不動産と一緒に不動産巡りのお客さんと一緒にしてるみたいな、うん、ケースもちょいちょいいっぱいいますね。あとなんかこう隣のなんか空き家からこういろいろかってこう平坦できたとかなんかいう時に、うん、ちょっとこう通知書を送って、うん、これ何やったらこう相談乗りますでみたいなことをやるときに、うん、僕の方が代わりに送って、うん、ご本人に住所が教えれないんでね、うん、意思表示だけを代わりにするっていう仕事をもうなんかちょっと最近もらうことが多いですね、はい、高橋さんどうでしょう。僕はですね、お仕事のお願いをするときはもうお客さんの事務所探し、うん、店舗さんというところで、まあ、宅建士っていうよりはもう不動産業者みたいな感じですけど、 そこの方にご依頼することが多くて、あとはですね、相続でマンションとか一軒家とか相続財産が出て、それを転売したいという時とかに売買手続きをお願いするっていうことがありますね。なるほどね。で、逆に依頼されるケースで言えば、不動産業者さんが管理されてるテナントに入った業者さんの契約書を作ってくれとかいう、その紹介ですね、お客さんを紹介してもらうという形のケースもありますね。はい、本田さんどうでしょう。そうだね、
き屋の流通とかの話はもうどうしてもね、うん、そうか、ね、噛んでもらわないと、うん、そうやってね、今年、うん、右あたりに本当に生産緑地の話、ね、はいはいはい、なんかはどうするとか、うん、ある程度こういうところって活用した方がいいのとか事前にこそこそ話したりはしてますね。そうですよね。なんか宅建士さんってね、こうやってお仕事の関係も気づくこと多いですけども、うん、この宅建業者さん自体からも僕らね、高校の時のお仕事とか宅建士の更新とかもらったりもするので、うん、結構お付き合いすることが多いですね、うん、最後、弁理士さんなんですけれども、弁理士さんは特許、実用信用、遺書、商標などの手続きとか、だから訴訟に一緒にこう出たりとか弁護士さんとおっしゃるのかな、うん、なんですけれども、僕なんかは、まあ、一般的な特許って意外とかかること少なくて、うん、ビジネスモデル特許、うん、このご相談することはちょいちょいありますね、うん、あとは商標も稀にあるかなっていうところぐらいです、うん、で僕にもらうのはもうそういうふうに知り合ったベニーさんで、うん、著作権って意外とやってないんですよね、うん、ベニーさんって ね、そうなんですね。だから相談とかあったらちょっと逆に、うん、これやってみるみたいなことは、うん、ほとんどそんなに多くないですけど、うん、ありますね。僕はね、もうこの辺りの産業財産権ですか、はい、この辺りの方はもう窓口になるのもちょっともう手間なんで、はい、お客さんからそういう相談があった場合探してくださいって言ってます。なるほど。うん、本田さんなんかはすることは特にはないかないっていう、うん、知り合いにちょっと相談したことがあるぐらいで、うん、はい、もらうパターンも、まあ、そんなに数はないけれども、ライセンス契約絡み、うん、そうですよね、うん、どうしてもその二次使用だったりとか、うん、どこまでをこう扱っていいのかとか、うん、写真はどこまで改変していいのかとか、うん、そういうところが間に入ってきて、うん、第三者みたいなその業界誌とかに対してどういう情報を提供していいのかとか、うん、そういうところで悩まはったりとか、うん、後から揉めたみたいな経験があるときっちりしときたいとか、うん、なるほどね。まあ、弁理士さんって数自体もね少ないこともあって、うん、意外と関わることは少ないかもしれないですね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、行政書士と他の事業がどういう場面でね、うん、関わっていることがあるんかなっていうので、まあ、他の事業さんとか行政書士開業して間もない方なんかは、ね、うん、イメージできたのかなと思います。またなんか他にもね、いやこんな事業とこんな業務で絡んでるよみたいなことがあったらコメント欄で教えていただけたらと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。